する車の動き、このスッと止まることにもブレーキの抜く時の操作性をこだわって開発をしました。こういったところでも ES の良さを分かっていただけると思います。また加速しながらのレーンチェンジといったシーンでもストレスなく加速することと、レーンチェンジするときにハンドルを切って戻すといったドライバーの操作に自然な動きをして安心なドライブをすることができると思います。このような荒れた路面を走行するときにでも路面の入力を速やかに吸収し、圧倒的な静粛性を持った室内空間で乗り心地の良さを感じていただけると思います。またこういったうねった路面でもバネ上の動きの良さ、収まりの良さを体感できると思います。このように静粛で乗り心地の良い室内空間の提供と、ドライバーの意図にストレスなく自然な感覚で操作できることを意識したレクサス車作りの味付けを心がけました。いかがでしたか？仕立ての良いシャツに袖を通した時など、日常の中でときめきを感じることがありますよね。この新型 ES のさらに磨きのかかった上質さを通じて、そんなときめきを感じてほしいと思います。より ES らしく上質さとエレガントさをモダンに進化させた新型 ES をぜひ見て乗って感じてください。